まあ普段はあまり感じないんですけど、うん、やっぱり、まあ、それこそ試合が負けた後だったり、うん、まあ、自分のこうミスでこう勝敗を左右してしまった時だったりっていうのはちょっとまあ家帰って、まあ、ちょっとその名残じゃないですけど、うん、完全にオフにすることはできなかったです、ね、まあでもやっぱり息子なので、うん、一番怒りますし、チームの流れが悪い時も一番怒りますし、うん、まあでもそういった部分で本当にタフになりましたし、うん、今に生きてるなっていうのはすごいそれは感じます、うん、当時の野代さんは本当に全盛期と比べると、うん、まだこう戦えるチャンスがあるかなっていうのは思ってたんですけど、まあ、やっぱりこう、まあ、準備はしていったんですけど、うん、まあ、何度かその大一番の強さというか、まあ、土壇場を経験してきているこの強豪チームの独特の強さっていうのは感じられました、バスケットライブ。